今は忙しいんだ。あなたか。そう思ってるんだ。何なの？この二人は俺の両親。違うシャトルに乗ってるって言ったのに誰も聞いてくれないんだから。ニューアトランティスを探索してるところ。新しいアパートに入ったんだ。すごい場所だよここ。とにかくまた会えてよかったよ。それじゃあね。あと俺の誕生日忘れないで。6月11日。ボビーに早く会いたいわ。私たちはあの基地から命からがら逃げてきたのよ。うちのボビーなかなか強い子でしょ。ボビーがあなたに会ったってすごい経験をしたみたい。ああやって俺たちを切り捨てたとは。絶対にこの町から出ない。大変だろうけど君との取引が本当に。